私らが子供時代はここを中心にして子供らが集まって遊び場になってたし、地域の拠り所になるような場所で桜見をしたっていう思いがあるね。周りの皆さんにお力いただいて、ここに無事移植さっちゃうときはほっとしたし、ああよかったなと思って、まずは花を今後行き着いて探してほしいなというふうに思ったのが一番。玉の内桜のように立派に育ってほしいという願い。千年樹は何とかしてこの地で育ってほしい、そして地域を上から見守ってほしいなと私は思っています。